歌曲をあなたに、ご案内は小島優子です。ここからの30分間はクラシックの歌曲でお楽しみください。今回は日本歌曲と詩人シリーズその3、詩人北原白秋の歌曲をお送りいたします。皆様こんばんは、お元気ですか？夕暮れ時に聞こえてくるセミの声はどこかしら懐かしく、目の前の扉を開けるとすぐそこに真夏が広がっているような気がします。さて、ドクダミの花の匂いを思うとき、青みて迫る君が眼差し。この詩は本日のテーマ、詩人北原白秋の最初の歌集霧の花に収められている詩です。ドクダミの花は白くて清楚だけれども、近づいて匂いを嗅ぐとハッとするほど独特な匂いが鼻をつきます。迫ってきた女の眼差しに心動かされる作者の様子が、最後はクレッシェンドで読み手に迫ってきます。ヒヤシンス、薄紫に先にけり、初めて心震い染めし日。この詩も同じ詩集に収められた白秋の作品です。冒頭のカタカナで書かれたヒヤシンスにハッとするこの歌は、ほのかな恋心が芽生えたその日、恥じらうようなヒヤシンスの薄紫が心に寄り添ってきたという美しい歌。音として隠れているし、す、す、さ、さ、そ、しという7つの作業音が美しく響きます。さて、私たちがいつから口ずさんでいたのかわからないほど身近に感じている歌が、実は北原白秋の作詞によるもので、驚いてしまうことがあります。ゆりかごの歌や赤い鳥、小鳥や雨などの童謡がそうです。またこの道やからたちの花は、山田耕作作曲によるあまりにもよく知られた日本の歌です。今回はこの詩人北原白秋の魅力に迫りつつ、白秋の詩につけられた個性豊かな作品の数々をお聞きいただきましょう。詩人北原白秋は1885年、明治18年、福岡県柳川沖の畑で酒造業や問屋を営む豪商の長男として生まれました。尋常小学校から伝習館中学に通いますが、この頃から島崎藤村の若菜集に魅せられ、詩歌3文を自身でも制作し、雅号を白秋としたのもこの頃でした。その後上京し早稲田大学に入学。生涯にわたり交友関係であった和歌山牧水と一緒に下宿をします。牧水と共に学生生活を送りますが、次第に詩壇でも注目されるようになりました。一方、大学に入学した18歳の時、福岡の実家が火事で焼失し、それ以降父母や弟妹を作品の制作などで養っていくことになります。明治39年、新詩社に参加。与謝野鉄幹、与謝野晶子、石川啄木らと知り合います。明治45年、人妻である松下敏子と恋愛関係になり、敏子の夫から告訴されるという事件になり、大変苦労した末結婚を果たすものの離婚、たびたびの引っ越しと3度の結婚を繰り返します。大正10年に3人目の妻佐藤菊子と結婚し、2人の子供に恵まれ、この頃白秋はやっと安定した生活にたどり着きました。北原白秋の歌曲、まずはじめはがねみそという山田耕作が作曲した歌曲からお聴きいただきましょう。この詩はがねみそという白秋の故郷の名産の食品のピリッと辛い味に、男女の愛やいさかいの心模様を重ね合わせて表現している詩作です。
心の奥底ではまだ未練を持つ男に、やりきれない思いを別れ酒の酔いに任せてぶつけてゆく女の独特な語り口で歌われる曲です。それでは北原白秋作詞、山田耕作作曲、ガネミソを、ソプラノ伊藤京子、ピアノ三浦陽一の演奏でお聴きいただきます。どうぞ。原白秋作詞、山田耕作作曲、ガネミソをお聴きいただきました。日本語の美しさと音色のコントロール、まさに名演でした。作曲家山田耕作と北原白秋との出会いがどれほどのものであったかは、先ほどの一曲をお聴きいただくとよくお分かりになると思いますが、この二人の天才は後に日本歌曲という芸術分野になくてはならない作品を数多く残しています。これからお聴きいただく歌曲集アイアンの歌は、その中でも不朽の名作と呼ばれる5曲からなる歌曲集です。舞台は白秋のこよなく愛したふるさと柳川。その柳川のさまざまな風情を歌った柳川風物詩から選ばれし詩に作曲されたもので、随所に柳川の方言が使われ、その醸し出す音と言葉の絡み合いがまるでひととき時が止まってしまったかのような情景を作り出しています。今回はその中から1曲目のノスカイと5曲目の気まぐれをお聴きいただくことにいたしましょう。1曲目に出てくる「バンコ」とは、柳川のお堀端に寄せてある縁台のことを表すもので、夕暮れ時に一人物思いにふける遊女の姿が歌われています。5曲目の「気まぐれ」では、移り気な男に惚れてしまった女の思いを歌っていますが、曲中の「おだんもういいや」「ティンコさあ」というところは、あたしゃ嫌だよ、まあまあ、という意味の柳川方言です。それでは、北原白秋作詞、山田耕作作曲、歌曲集、アイアンの歌から、ノスカイ、気まぐれを、ソプラノ関貞子、ピアノ塚田義雄の演奏で2曲続けてお聴きください。どうぞ。
北原白秋、山田耕作による歌曲集アイアンの歌からノスカイ気まぐれをお聴きいただきました。ため息の出るような本当に素敵な演奏でした。もう嫌だよと言いながらも、その男のことを思うと未だに熱い思いがこみ上げてくる胸の内を、ボタンの花に例えて歌う、なんともしっとりと、そして香り立つような女の思いを感じる歌でした。言葉選びのハッとするほどのセンスと、染み入るような郷愁の思い、そして言葉一つ一つの裏側までもが音符と音符の間に表現されるような音楽。北原白秋と山田耕作の2人の天才だからこそ作り得た世界だと思います。さて、大人の情感を歌った歌曲が続きましたが、北原白秋はいわゆる童謡の分野でも大きな貢献を成した人でした。大正中期から昭和初期にかけて新しく提唱された童謡は、1918年鈴木美恵吉によって創刊された児童向け雑誌赤い鳥とともに誕生しました。芸術として真の価値ある純麗な童話と童謡が必要だと訴えた鈴木美恵吉のもと、多くの詩人が運動を起こし、中でも北原白秋はその頃の学校唱歌の歌詞を厳しく批判しました。白秋の著書「白秋全童謡集」を紐解いていきますと、白秋がどれだけの強い思いを持ってこの童謡の分野に取り組もうとしていたかがよくわかります。例えばこんな言葉を残しています。私の童謡はただ美しいとか上品とかいうばかりを主にしていますのではありません。本当の童謡は何よりも分かりやすい子どもの言葉で、子どもの心を歌うと同時に大人にとっても意味の深いものでなければなりません。それでは次に、大正8年4月1日赤い鳥の2巻1号に発表された慌てどこやに、山田耕作が作曲し、昭和3年5月に童謡100曲集として発表された歌曲をお聴きいただきましょう。カニの床屋さんにウサギのお客がやってきて、ユーモラスな情景が繰り広げられます。それでは北原白秋作詞、山田耕作作曲、慌てどこやを、ソプラノ関貞子、ピアノ塚田芳生の演奏でお聴きいただきます。どうぞ。仕方なくなく穴へと逃げる。
北原白秋作詞、山田耕作作曲の慌てどこやを関貞子さんの演奏でお聴きいただきました。軽快な音楽の運びと場面展開の面白さ、すっかり聴き入ってしまう演奏でした。まさに大人から子供まで全ての年代の人に喜ばれている日本歌曲の名曲だと言えるでしょう。さて、美しい旋律と知性とエレガントな気品が漂う響きで多くのファンを魅了する現代の作曲家木下真紀子も北原白秋の詩に素敵な曲をつけています。これからお聴きいただくほのかに一つはその代表的な作品の一つで、感動の揺らぎがこぼれ落ちてくるような本当に美しい曲です。本日はこの曲を2017年に白秋の曲ばかりを集めて CD を発表されたソプラノ山本雅代さんの演奏でお聴きいただきます。それでは北原白秋作詞、木下真紀子作曲、ほのかに一つを、ソプラノ山本雅代、ピアノ山口美紀子の演奏でお聴きいただきます。どうぞ。ソプラノ山本雅代さんの演奏で、北原白秋作詞、木下真紀子作曲のほのかに一つをお聴きいただきました。温かさと情熱を兼ね備えた歌声ときらめくピアノ、素敵な演奏でした。言葉の間と音の間、
聴く者の心を打ち震えるような吐息の世界へ誘ってくれる歌曲だと思います。さて、詩人北原白秋の歌曲の旅、いよいよ本日最後の曲になりました。国民的名歌として親しまれている名曲この道をお届けします。この詩は白秋が歌人仲間たちと北海道やサハリン方面への視察旅行をした際に、北の都札幌に強い印象を受け、それを作品にしたもので、札幌の街に咲く白いアカシアの花、北大前にある白い時計台、馬車の通った道、香り高い三座子の花、すべてが白秋の故郷柳川とは全く異なる珍しい北国の様子でした。一つ一つの言葉から広がるしみじみとした情景を思い浮かべながらお聴きください。それでは北原白秋作詞、山田耕作作曲、この道を、メゾソプラの栗本隆子、ピアノ塚田義雄の演奏でお聴きいただきます。どうぞ。メゾソプラの栗本隆子さんの演奏でこの道をお聴きいただきました。人生の年輪を重ねた名歌手によるこの道、これ以上の至福はないような気がします。北原白秋の歌曲いかがでしたでしょうか。白秋の魅力にさらに迫るために、北原白秋の歌曲第2回目を秋に放送したいと思います。どうぞお楽しみになさってください。歌曲をあなたに、そろそろお別れの時間がやってきたようです。次回は夏に聴きたいまばゆい歌たちを集めてお送りいたします。
それでは今日はこの辺で、お相手は小島優子でした。